するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。第4局一本場オーラス続行です、はい、開始してください。皆さん手牌を開けてください。うん、さっきよりはちょっとだけ あれはね、前回のいやよかった、なかなか見ない、もう一曲できたんで、これはチャンスですよね。こうあるんで、はい、ドラが3品です。これを重ねるか、これを切ってる間に何かこういい牌を引くと、うん、前局一人転牌で点差が少し縮まりましたね。4900ですね、うん、リーブを一つ落っこってるんで、はい、これは上がったらもうかなりのリードですね、うん、高い。あ、なにこれ、あ、えドラドラか、あんまり見かけない光景が来たぞ。いや、結構結構見かけますけどね。これはこれですね。で、はい、トーンを重ねてオンして、そうですね、これいいですよ。あら、1枚目また、あ、なんかあそこに僕の欲しい牌がいつもあるんだよな。下田ですね、うん、なんかね、巡り合わせがね。これはどの形になっても、うんうん、リーチになります。天牌ならするよ、もうほとんどのこと。何これ、これはあ、勘しますね。勘してもいいんだけど、はい、まだリアンドサンズの受け入れもあるんで、うん、一応1枚切れのトンプと、はい、これ下茶はまた国士かなと思うんで、うん、もうこれ重なるより切っちゃいます。重なって上がり放棄になる方が嫌なんで。なるほど、うん、泣けない牌になりそうですもんね。でトンバックとかの仕掛けして上がれなくなっちゃう方が嫌なんで、ここは普通にします。逆牌のもう捨てる判断が本当に早めですね。そうね、だから国士がいて、うん、いて特殊状況ですよね。1枚打たれてっていう、わかんない、どうしよう。パワーワン切るか9ピン切るかドッカーンか、孤立牌を打ちますか、それとも、ただ9ピンが1枚遠い面に打たれてるから、はい、チッパーピンがいつもよりいいんで、うん、パワーピン引いてパワーワン打ちたいんですよ。これは勘だな。ここで言いそうの勘、うん、どうせもう、まあ、2、3引いてもってことですね。そうです、もうどうせ、ま、うん、勝っても負けてもカンちゃんかペンちゃんになるだけですもんね、はい、さあ言いそうの暗勘の判断となりました。シンドラがペロン、スーピン上がりにくい、うん、さあではリンシャン杯から持ってきました。何が、全然いらない、この世で一番いらない牌持ちだ。つもぎり、はい、缶が入ってドラも増えましたってなると、はい、この分3着目あたりはチャンスになるわけですか。そういうこと、そういうこと、うん、ただそんなのはもう当たり前に分かってたんで、自分も追う立場ですからね、はい、まだ大井さん、それぐらいトップの価値が大きいルールなのでということです、はい、うん、なんだよこれ、111 さあオーラス続行につないだ、はい、逆転あるか。なかなかバラバラからしたんですけど、今つむぎりました。ペをちょっと待ってくださいね。白白手出しと、うん、大井さんはつむぎりをしっかり見て覚えるタイプ。ここでこいつのもうこの対象系みたいな、このはい、なるほど、気持ち悪いね。そうですね、うん、なんかピンズ重いね。ああ、確かに、気持ちが国士なのかピンズなのか。さあそろそろ大井さんからリーチ来てもいいのか。これ手が悪かったら、はい、大井さんに構えるはずで、あの老僧が先打ち気味だったりするのね、うん、手が悪かったらね、遠い面ですね、うんうんうん、僕からいつリーチ来てもおかしくないんで。今の老僧って話が受け身の老僧なのか。ここも3着目もチャンスできてるけど、はい、できてるけどピンチでもあるんで、親マン今一発打ったら上がりやめじゃないんで、うん、1万2000打ったら、うん、もうあの4が見えちゃう、着順落ちが。そうだから、もしかしたら今のリャンゾーとかもイーソーカンされちゃったから、ちょっと弱気にリャンゾー切ってるかもしれないんで。なるほど、そういうの結構あるんですよ、ね、来たぞ、大事ですね、来たぞ。さあどうしますか。わからん。しっかりこう考えながらいきたいですね。これは本当にわからないんで。これって、はい、今パワーワン統一になってジャント候補第1位でいいんですか。第1位です。D、ローワン打ったりするんですか。ローワン打つかパッキュースを払うか迷ってます。ソーズのベンちゃんを払うか、はい、あの通常の馬強だったら、はい、下茶がピンズかもしれないと考えるんですけど、うんうん、ここは役満上がったら
あのトップな人なんで、ピンズよりも国士だと、あ、でも国士ないじゃん。いそうなくなっちゃったんでね。数アンコ、ピンズをブクブク持ってる数アンコ行くかもしれないし、降りるかもしれない。それほど僕はピンズを持ってるとは思えないってことです。はい。これを他の人がこの川やったら、もうそれはピンズですよ。国士なんてやるわけないんで。はい。で、諦め、完した後も違う川になるはずなんで。でも、この人は思ってるよりピンズを持ってなくてもこの川になるんで。はい。ローワンかパ、想像を狙ってます。どっち切ろうかな。地層場に1枚切れ、スッチーワンは見えていません。よしよしという声とともに選んだのは急層、うん、地層、あのこれは切り順がすごく大事で、はい、7、8、9の木が次の裏めった地層は振り点6球層は悪くないんで、あ、なるほど、この川、はい、振り点6球層は悪くないんで残すんですね。その時はウーピンかローワン打ちます。地層引いたら、だから9から、はい、裏目も採用します。お引けよ、待ちは悪くない、引けよ、振り点になっても使えそうということですね。こい、両ピンが来い、違う、これは違うよ、いらない範囲ですね。あのちょっとね、進み具合がこれ E ピン取り落としかもしれないんだよ、この E ピン間違ってもっと、これ最悪だからね。あ、よかった、ラッキー、ラッキーですよね、2枚目払ったんだよ、よかったです。こんなの残してたら死んでも、あ、もうロン、ポン、ロン、ポンポンです。あ、チーワンポンされちゃいましたね。あ、いいんです、このために。そしてスーピンドラが出てきた、このために僕持ってたんで、あのスチーワンが、要はあの上がりトップの人が上がりに行くわけですよ。その時に風呂って結構出てて、ポンチ結構出るんですよ、はい、食いたんで蹴っちゃおうとするはずなんで、うんうん、その時に、はい、あの数万やチーマンがポンされた時のために6、8を持ってるんで、持ってた会ありますね。はい、持ってた会は、うーん、いやー、どうですかこれ、これもう、あ、だってもうまっすぐ行くしかないんですけど、パースをまだ持ちます。今それを考えてます。チーソーが2枚出てて、はい、2枚目のあそこのチーソーはつもぎりなんですけど、やっぱりチーソー引くかもしれないんで持ちます。お、危険度よりもここは勝ちに行きます。ペンをつもぎり、スーピンが2枚目、わーわーわー、でもつもぎれた、スーピンも2枚目、いや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 、つもぎれた、つもぎれた、まずまず、チーソー暗冠ですからね、仕掛けていくと役ないんですもんね。トイトイがありますよ、まだトイトイですか。僕にはまだ残されてますよ。無理でしょこれもうもうちょっとこれもう無理でしょ。だってさ、トイメンさん、ポン出しがスーピン、ちょっと待ってな、ポン出しがスーピンやから、その周りのローピンぐらいが、ローピンがジャントーと決めよう。ちょっと待てよ、ローピン、あ、でも少しつもぎり考えましたね。ローピンをジャントーと決めると、はい、決めちゃいけないんだけど、まあ予想ですよね。マンズの両面があって、両ウーマン、サブローマンがあって、これイーシャンテンかもしれないんで、まだ来い。 C1 がポンカスか、勝てないな、ちょっと手が進まないですね。張らない、うん、形式テンパイって意識持ってます。あ、もうトイトイも含めてですけど、一応やりますけど、あ、手出しだ、パーピン、これはローピンが2枚だと思うんで、スライドよりも、はい、ウーピンとのスライドよりも僕はローピンを持ってたと思うんだけどな。2枚読み外れたらごめんなさい。で、マンズは両面系が残ってて、今の手出しのパーピンってかなりテンパイに見えますか、はい、かなりではないです。まだ僕の一応現物なんで、テンパってるかも、はい、可能性は高いですけど、あれが現物じゃない方がテンパイに見えます、親の、そのパイにもよるんですよね。あのパーピンは大したことなさそうな、僕はローピンを持ってると思ってるんで。なるほど、はい、じゃあまだまだ行けますか。行くしかないんですけど、ね、ですけどね、はい、別に出たら泣きます、もうね、できます、泣きます、泣きます、動きたい、まあ、漫画打っても2着なんで、あ、それも大きいですか、はい、漫画打ってもあの 8号勝ってるんで僕、別に、ああ確かに、泣かしてくれアピールをね、泣かしてくれ、泣かしてくれほら、引いた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 、ロンキューソーが今3枚目で、これがちなみに役がないんで、 E ピンが、ウーピン、ちょっと待てよ、ウーピンが、ま、振り込むことあんのか、これウーピンロンなんてあんのか、トイメン中筋ですけどね、4手出し、8
8位ってだし、カンウーピンだったりシャンポンですか、短期だったりですか、4468から4切ってドラだからクイーンクイーンか、その時パーピン切る、4468から4切ってパーピン切ったんならカンウーピン刺さるんですけど、はい、4468から4切るかな、あの人普通にポン材残すと思うんだけどな、パーピンから切ると思うんで、これとこれの切り順が8位になるはずなんだけどなって思うとウーピンは行きやすい、行きやすい、ただしょっぱいなんだよな。おじさんは8000打っても2着ローピン引く、でももう K 点いくしかないんだもん、 T したいんだもん、貼らないんだもん、ええ、このままじゃさあどうするか、ウーピンを切るか、それとも、うん、分からん、ウーピン以外だとでもリャンピンも候補ってことですか、リャンピンです、はい、うん、でも一番泣きやすいのは E ピンなんで、自己都合だけならウーピンだが、うい、行きました、起きるしかないよ ね、考えた結果こう前向きな判断になりましたね、うん、そうしょうがないんだよ、もうだから、あ、なんだっけ、リャンメンだったら、そう、リャンウーソーまだ残ってるんで、はい、リャンウーソーとマンズのリャンウー、あ、リャンウーソーとリャンウーマンサブローマン、危ないじゃん、リャンウーマンサブローマン、だって持ってるよ、危険なとこだけ持ってますね、持ってる、だってしょうがないんだもん、切るタイミングがなかったんだもん、なかったですね、確かに、 OK、 先取ったぜ、ウーアンはって言いながら、先通ったウーアンは一回一回呼吸ね、呼吸、はい、冷静に、これをちょっと待って、見えないように切ろう、このカバーなんですか、カバーカバーをしてでも何の声はない、振り点ですよ、まだ貼ってないかもしれないじゃん貼ってないですかね、貼ってないもうあるってこと、ほら貼った、あと、うん、手出し両層、これは何ですか、んちょっと待って、ん2枚切れ、2枚切れどこ、スライド、いやじゃないですよ、ね、赤ウソってどこにある、赤ウソまだ見えてないですね、声がちっちゃくない、いやもうでもういいよ、ね、いいよ、戦います、白はしょ、いやね、現物さすがに今まだ、はい、あの一番右張ってないも含めて、まだ張ってないも含めてもうやるしかない、大井さんもまだ張ってません、はい、やってないです、あとでもイーシャンテンまで起きましたね、サブローピンとかあんのかな、あ、来た、止まった、さあ大事ですね、こうやって止まったとこだったり手出しの、はい、ただ向こうも僕のことをあいつ張ったらリスクんだろうと思ってるんで、これですもんね、勘がね、イーソー暗勘ですからね、リーチ来そう、少し考えて出てきたのは数層です、もうさすがに張ってるかな今のは、数層でもな、大井さんがリーチ来るに決まってんだよね、相手の立場になると、ね、中筋ですね、こんなもの当たるわけがね、でもこれパーソー切ってもいいってことですか、あの違うんですよ、僕が急走振り点で、はい、僕これとこれ引いたら出上がりできるんですよ、できますよ、だからこれ切りたいんですよ、パーソーですね、はい、あのそっちの意味で、でも急走の方が注意できるんですよ、はい、ね、そうですよね、振り点なんで食うっていうことですね、はい、泣くなら、はい、振り点の急走の方が勝ちちゃもしやすい、これね、現物切ってダマワンツーなんですよ、これドラなんで、そうか、そう確かに、あの急走世の中から枯れ始めましたよ、あと1枚いいんですか、上茶さん、いいんですか、脳天ですよ言いながら心の中で思ってる声ですね、チーさせなくていいんですか、実践でね、チーさせなくていいんですか、僕リーチ来ますよ買ったらって今思ってるの泣かせなくていいんですかねえ、これはまだ脳天に見えますね、泣かしたらね、まだねチャンスあんのにね、あれこれ泣かしたら、ちょっと待って、すごいこと大きいんじゃないの、どういうことですか、手出し数層受けたのかどうなんだ、漫画を、はい、ポン泣かした、あ、出てくれました、あでも泣かしたかじゃないかもしれない、だってえでもああ血はノーチャンス、血は全部これは安全のですかね、さあこれでテンパイ取れました、役はございません、相手ってのはなんだって、あそっか、あと、あと何がありますか、相手があるから、人蹴ってパーマンあります、んパーマン、パーマン、あとあるあるリーシャンか、リーシャンか、チュンって何あれ、ちょっと待って、チュンってあんこ、あれあんこ、あんこじゃない、受けたチュンですかね、これ、はい、背底でしょ、背底でしょ、背底です、背底でしょ、はい、それを考えてたのよ、リーちゃんはない、なかった、え、これ漫画だよ、あ漫画いくよ、え、待って、ローサーあります、あるよ、体感あるあるあります、だって合わせてなかったから、
ここ持って、うん、あるある。え、じゃあローソンあるかもしれないですか。あるかも、1枚ぐらいいるよ。いくよ。はい、積もった。4100オール。ほら、いたじゃん。手役を大きい声で言ってやってください。ハイテードラドラ。なんでそんな恥ずかしめをするの。勝ったのに。あ、勝ってねえか、まだ。かっこいい。ローソンいるんだよ。ほんとだ、いる。だけど、キューソンもいたから。え、どっちもあったんだよ。ハイテー、やっぱハイテーは考えなきゃいけないの。すごい、あの順目は。おじさん、逆転しました。しました。そしてオラソが続きます。あ、続くんだ。終わってもいいんだけど。すごい、もう脳天で終了かと思いました。おじさん、おかげで。パワーのおかげで。本当にごちそうさま、すいません、なんか、はい、ありがとうございます。なんか、え、皆さんよかったら手を挙げていただいて。はい、最後チュアンコから、うん、受けたんだ。そうだね、はい。いや、おじさんすごかったですね。よかった。でも、あのね、もうやっぱり1枚いそうだっていうのがあったし、ただ怖いね、やっぱ羽も入ってたわ。入ってましたね。ちょ、これスーピンいるんだけど。いい勝負だったね。やっぱ麻雀って紙一重だよね。え、スーピン、うん、ゴロゴロいません。1枚あと、あ、でもあそこ読めてた、ほら、ローピン頭、ほら、マンズリアンメン読めてた。スーピン切った時ですね、うん、ポン、これ切った時すぐ分かった、これとこれ出たから。無邪気、言い方が無邪気。おじさん読めた、読めましたね、うん、そしてオラソ2本馬となります。はい、どこまで展望を重ねていくんでしょうか。そしてドッポさんの追撃はあるのかですね。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。